ああ、生き残ったけどって感じだよね。こっちかな。ほら。はい、のみさん、こんにちは。手袋です。今日も新しいデッキ作ってきました。今日はアドリウスでございます。でですね、アドリウスなんですけども、以前、なんかこの精神接合器を使って、まあ、X 呪文ね、これ中略とか、あとは白の太陽の黄昏とかでね、X、踏み倒していっぱい X5 とか6とかで唱えようっていうね、デッキがあったんですけど、まあ、以前のそのファイレクシアの、1のデッキですね。それに、まあ、今回登場したこのおさめさんですね。現代版、サメ台風、培養器が、呪文となると、触れられない呪文となると、そのマナコスト分の、培養器トークン出てくるってやつがありますと。こいつをまあ、がっつり4枚入れてみましたっていう感じ。で、あとまあ、太陽効果。5マナで追放できるやつね。全追放して、培養 X、バニールクリーチャーの数だけ X、数分の X で培養 X ができるっていう感じのやつなんですけど、まあ、なので、以前のその、精神接合器のデッキに培養を加えてみたって感じになりますね。はい。あと、このシンファイレクシアの進行とか、X なんで、これも1枚。1枚だけですけどね。ちょっとピンで刺したりしてますと。まあ、あとは、この増殖要素はあんまり変えてません。まあ、打ち消しとか、まあ、X の中略とかはもちろん入ったままで、この血清の罠、実験的占いとかね、僕は以前から使ってたデッキの要素はそのまま残してるっていう感じになります。で、まあ、銀のセーサーとかでちょっとドロー要素を入れながらというところになっております。ちょっとまだ環境どんな感じで、今みんな模索中みたいな感じなんで、アリーナ結構カオス状態なんで、はい、こういうデッキで挑んでみたら、まあどうなるかっていうところで実験していきたいと思います。まあサイドはね、救済の鳩、まあ相手が赤黒とかだったら、こいつ差し替えたりとか、で、まあベタに呪文貫き、運命で撃罪、否認、あとこの赤みどが対戦相手だった場合とかね、方程式の改変の、この新しく出た打ち消し。で、5番間への進行、まあ2枚入れてます。まあこれで相手ピーピングした上で2マナを重くするっていう。で、魂の仕切り。で、まあ、聞き引きとかがっつり入ったら、ジャーク入れ替えたりとか。で、まあ、軽量系の呪文っていうか、クリーチャー並べてくるタイプだったら、一時的封鎖とか。まあ、これちょっと、培養器トークンも除去っちゃう感じになるんで、まあ、ちょっと、背に腹は変えられない時とかに入れようかなっていう感じですからね。で、放浪1枚の、ギタクシアス1枚です。まあまあ、なんか、サイド、結構、荒っぽいですけど、はい、ちょっといろいろ実験期間というところで、ご容赦くださいと。というところでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。先行でいいでしょう。お願いします。まあやりますか。よろしくお願いします。グッドゲームじゃねえよ。 やかましいわ。しゃあねえな。まあ、ジェイスでいくか。フェーズアウトしてくるか。出さするしない。アイビー。これ毒入んないっす。まあ、毒乗せられる方がきついから、さすがにもう一回プライチしよっか。
はい。もうドッグハンター4つか。なんかスタックしてる。あれか、タイバーとか構えてた感じかな。ガンガンやるしかない。時間稼ぎのジェイスとか。いた仕方なし。なんか微妙ね。結構打ち消しトータルいくつ入ったっけ？ 6 個かな。もう2回唱えても終わりだな。さすがにまあなんかあると思うから。対象に取った時点で乗るからな。あれ。打つしかないな。でも罰あると、あれないんだ。ああ生き残ったけどって感じだよね。IB だけ出てくる。落とせ、もう。はい。毒も9乗ってんだけど。IB。サメかな。あ、これ後からでもちゃんとこうなるんですね。いいっすね。とりあえず落としまくるか。落ちろ落ちろ。
よいしょ。打ち消しはね、相手のために取っときたいんだよね。不敗層のために。もうしょうがない。よし、よし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 、俺ギリ間に合ったか。よいしょ。はい。ほう。乗せるか。一個乗せる。二のやつ他にいないよね。これ。弾をもらう。よいしょ、よしよしよし、あぶねえ、巻き返した。ふう、いやー、でもどうしようね。一時的封鎖かな。一時的封鎖がかかりそうだな。あとはこの辺と、これと、これは意味ないね。パカーンも入れるか。高校だかんね。シンファイレクシアへの進行がちょっと腐りそうな気がするんだよな。いやでも1枚はやっぱないときついな。書き消しは絶対いるでしょ。否認、否認入れるか。否認呪文2抜きは入れとくか。中略がね、相手の呪文は結構軽いやつばっかりだから、中略をちょっと減らそうか。3は減らすぎない。うん、これだけしようで、太陽効果まあそうね、一時的封鎖入れた分ちょっと1枚減らして、悩ましい。ジェイスはあった方がいいね。さっきジェイスで勝ったようなもんだからな。コバカンへの進行はまあ、いやでもこれ入れすぎてもな。まあ1にしとくか。書き消し、否認、結成の罠、結成の罠な。まあでも触れる、触れるけど、まあでも1個減らして、ホーローを減らして、いや、まあ、ホーロー入れるかとか。細かいの進行、うん。あと1枚だけ減らそう。これ減らして61でいくか。ちょっと時間が考えてる間に終わりそうだったから。61にしちゃった。このレズペースのアイコンかっこいいよ。まあいいでしょう。タックインからの、はい、出てくる。
いや、先行はマジできついな、向こう。最初に取るしかない。はい、守っていく。当然守っていく。でも堕落達成でターンもらうと、いやーきついね。きついきつい、全然きついよ。IB 出てきたら絶対打ち消さないといけないね、とりあえず。いやーでもこれじゃ足りねえな。うわー、まあ一旦これ打つか。相手は打ち消しとかそんな入れてないと思うんだけどね。目払っていく。2体並んじゃったよ。まだある。あるね。いやーひたすらあるな。6、防御できる。あ、終わったわ。はい、あっという間だな、やっぱり。毒強え、毒強えよ、それ。いや、仕切りよりこっちだな。確定除去だ。そうなんだよね。一時的やっぱこうなったらほんときついから、一時的負担2枚ぐらいやっぱりサイドにあった方がいいかな。否認、結成の罠、結成の罠下げる。でも書き消しもちょっと使いにくいよね。なんならいや、でも呪文貫きにするか。どうしようね。まあ先行だからボールを抜くか。よし、行きましょう。貸したいな、これ。旧世代のデッキには勝ちたい。まあ、チェイス、よし、行くか。行っちゃいっちゃえ、もう。一ターン目から出てきたら最悪パターン。まあ爆発力あるしね。爆発力やったらめっちゃ出しづらいから、後でポンって出しておらっていきなり、あ、あるじゃん。はい、最悪。マリガン基準がまだあんまり決まってない。ほら、使え。いや、そしてリソースを吐き出すんだ。うはぁ、一時的封鎖引かねえかな。うん、ジェイスはガン無視だよね。そうな。爆発域やっとくか、もう腹立つから。
あ、もう一旦呪文強いの切り構えられる状態でもよかったかもしれないけど。ほら、さらせよ。おい、おし、もう一体落ちた。ナイスや。あと1枚しかないはずや、あいつは。ほら、さらせよ。おい、チョウボザキ来た。はい。ほら、いたか、ほら。まずね、出てくんなよ。あー、お前か。それはそれで嫌、それはそれで嫌です。あー、神引きすぎるだろお前それ。完全トップ勝負感が否めないけど、まあちょっと。あ、落ちろ落ちろ。ドレイク落ちた。ハンド1枚。ゼロ対象で、まあ殴るか、さすがに殴るか。殴れ殴れ、2だけど全然いいよ。さあ逆襲の始まり、頑張れ頑張れ。はい、相手何も入ってなさそうだな。はい、ゼロ対象。はいはい、ほら、はい、クリーチャーバシバシ落ちろ落ちろ。さあどうする、増殖。穴をね、じゃその前にもう一発打って、まあまずこっちかな。ほら、で、こうで、まあどっちもいいけど、さすがに、でもなんか白、あ、まあいいや、青でいいや。はい、ナイス。でこれでスッてやって、もう一丁スッてやって、でターンをもらいます。はい、何枚目、これ20いったね。あ、18か。あ、出した。いやー、危ねー。いやー、この毒に勝てたの嬉しいっすね。普通に危なかった。危なすぎるだろう。いやでもなんかやっぱこの増殖と実はこのバイオトークンの噛み合わせがかなりいいっていうねのに、ちょっと昨日今日ぐらいに気づいてやってみたって感じですね。まあジェイス外そうかなと思ったんですけど、まあでもやっぱなんか3ターン目にやっぱりプレーンゾーカー立てたいっていう感じと、まああとサメとかもね、いるから、まあまあ、
このデジェイスの元々のなんか X 減らす系のデッキに、まあ、サメ入れつつ培養要素をね、太陽効果とか入れたらどうなるかみたいな実験だったんですが、割となんとか 勝ててよかったなというところでございました。はい。まあ、またね、バシバシデッキ作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。